の開けました。はい、ボン。待って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 、はい、待って待ってね、はい、でね、じゃあこれめっちゃ広い。じゃあカーテンもお開けいたします。あ、お願いします。ベッドはどこにあるんだ。うわ、ベッドはどこに。うわ、これベランダ。あ、本当だ。どうやってベッドに入る。え、ベッドどこにあるの。どういうこと。え、どこがない。え、あ、ここで俺編集しよう。めっちゃいいやん。生きて編集したら。ベッドやろ。電気は。うえ、そしてバスルーム、カモン。かっこよ、すごくね。あ、2個あんだ、ベッドルーム。え、ベッドルームどこ。ここにもある。はい、日本料理一品目来ました。ね、これ海をイメージしたやつね、はい、この端っこに。で、ポンスのが橋ちどりちどりやりたくなっちゃう。ちどりやりたくなっちゃうな、これ。ポンスさんのご飯はこれ。うわ、おいしそう。何ですかこれは。おかかって書いてる。おかかですか。おかか、おかか。柴田悠介バトルモード。え、ここ、何これ。あ、じゃあ食べましょうか。お袖を絞る。いや、これはここにつけるでしょ。そうですね、ご飯。そうそう、ご飯にかけてね。上ラ、上ラやめて。上ラなくていい。いやだよ。肉豆腐だよ。いいな、一番美味しそうじゃん。全部食べちゃう。ちょっと俺が全部食うわ、これじゃあ。やばいよ、食べられないように。じゃあさ、一人半分ずつ食べよう。優しいね。優しい。うん、美味しい。美味しい。今何に食べたんですか。丸ごとご飯で、うんうん、混ぜて食べた。あ、そうなんだ、美味しそうだね。なんかポンスのが一番美味しそうなんだけど。なんか一個あげよっか。うん、全部食べていいよ。じゃあ後でちょっとママもちょうだいね。からの、からの。からの。箸っていつ使えるよな。でも使える子は使えるんじゃないかな。5歳。うん、5歳。ポンス5歳になったらお箸使えるように頑張ってみて。そう、日本では箸が使えないと生きていけんからな。そうなんだよね。めっちゃ美味しい。よかった。イカとかあるんだ。イカとかも食べてごらん、きっと柔らかいよ。刺身が一番好きだよね。ね、どうですかポンさん。美味しいですか。食レポして、食レポ。どんな風に美味しいですか。なんか、はい、なんかツルツルして、はい、ご飯と一緒に食べるとさ、うん、見た目には、うん、普通に食べると美味しくないんだけど、うん、美味しいけど、うんうん、こうやってやったら2つとも混ぜたらめっちゃ美味しい、うん、なるほど。2つ食べる、2つ合わせるとまた。待て待て、あ、それ動画じゃ。そうです。見せる動画撮っちゃダメじゃん。え、いいんだよ、ここ個室だから。じゃあいいや。うん。来た。待って、え、うーくんちょっとまだ見ないで。うーくんまだあんま見ないで。チドリやって、チドリやって。あー、うーくんリスペクトがあるからそんな簡単に真似はできないんだね。うん、しないよ。何それ。さあ、ちゃんがやる。こちらどうぞ、温かい茶碗蒸しからお召し上がりください。はい。すごいね、本物の貝こんなでかいんだね。すごいね。もう持って帰って肩パッドにしちゃいます、僕。なんか乳首みたいな生えてる。いただきます。いただきます。美味しそう。ポンスの方がめっちゃ美味しい。うまー。うん、うん、あれちょっと食べたい。食べてみたい。ああ。何それ。美味しい。待って、じゃあこっちから行かないと寒い。やっぱさ、熱いの嫌いだから。はい、肉、めっちゃうまい肉。あ、トロトロの玉ねぎ、はい、食べて。これ茶碗蒸しなんですよ。すごくないですか。いやいや、ポンズの方がめっちゃ美味しそうだ。飲むから。うん、これ飲みよう。この茶碗蒸しのさ、中開けた時に来る熱さ一生。これ迷っちゃう、次食べるの。
もうこれで迷っちゃう。そう、迷っちゃう。あっち案があるんじゃない？ありすぎて迷っちゃう。え、これなんて言ってたっけ？何が入ってるって言ってたっけ？これ何にも覚えてない。一番美味しいのはこれ、ご飯。ほんと？ふりかけご飯？うん。ご飯全部食べた。いろんな高級食材あるのが一番美味しいのはふりかけご飯。もう最高。最高。エビこうやって掴んでさ、そう、手で掴んで食べな。エビを掴んでガブしたから。え、これ目どこ？目ない。取ってるもん。え、目取ってる？うん。あ、待って、ここで。そっち尻尾。目あったのは頭、そう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 。美味しそう。うん、美味しい。これは出汁が美味しいな。うん。またすごい器に乗ってきました。これは何でしょうか。何なんでしょう。すごい。続いての器はこちらでございます。じゃん。箸。すごい。これはすごいですね。これ机、机じゃないな。もうおさ。机って言っちゃった。机って言っちゃった。お皿。ブリブリのエビ。完全にやってるこれ。うん。大人のコース料理長いからね、子供が飽きんのよ。それわかる、ね。それ想定してもこういう塗り絵まで用意されてますからね。素晴らしい。これ準備が周到。なんかうーくん今日美女良くない？出た、美女。皆さん、しばゆう美女改善計画にご協力ください。あ、すごい、トリュフの香りすごい。このさ、ぶどうジュースうますぎてさ、ポンスが頼んだぶどうジュースがうますぎて、私もウークも頼むっていうね。ん、おならした？ん、おならした？ん、うん、うん、うん、おならした？ん、あ、ちゃでしょ、ウークでしょ、ちょうよ、やめて。え、つぶちゃん、うん、一コマ隠れんぼ。え、どこ、どこだ、ここ、外だ、外なんてある、あれない、外はない。ねえ、わからない、どこ。もう普通にガチで強いんだよな。ここだ。すごいね、ボンス強いね。次パパ。いや、ガッツで強いわ、それは。見つかりました。見つかりましたか。途中でさ、隠れてる時さ、あのおしっこ行きたくてチンチン握ってた。もう一回ちょっと切ってて。はいはい、こっちからこれしたんですけど、ここかな、どこに、めっちゃ遠いの。だあ、うわー、キモ、なんかなんかキモかった今。なんか画角ですごいキモく見えたんだけど今。マジでいけないもん映ったかと思った。すごいね、見つけるのも上手。じゃあ次、ポンズ食べます。はーい。見つかっちゃったー。じゃあ次。ちょっとそろそろお風呂行かない？まだ。まだ隠れ、まだ隠れんぼすんの？ちょっと一回ね。迷っちゃう？何が迷っちゃうって？ポンズさんは、パパとお風呂に入るか、ママとお風呂に入るか、さあ、どっち？せーの、迷っちゃうよ。迷っちゃっています。こんなに迷う？パパとお風呂に入ると面白い。うん、ママとお風呂入ると落ち着く。迷っちゃうな。面白い方がいい。うん、だからパパと入る。え、あんた、うん、よかったじゃん。イエーイ。ストップ、ストップ。ここで一つ問題が発生する。なんだ。俺はサウナに行かなければならない。あ、
わかっている。その場合、一度合流して明け渡してサウナに行く。それかもしくは、あなたが先にサウナに行っていて、私は奥東湖湯の脱衣所のところに来て、うん、今終わった、連れてきていいっていうタイミングを教えてもらって、私たちが、いや待って、なんだ、こっから俺の問題だ。じゃあ、うん、なんだ、まず温泉に行って、うん、僕と君で、うん、そしたら柴犬がサウナに行くって言ったらついていく、一緒に。なるほど、分かったか。それができるというのだな。暑いと思うが、それは大丈夫なのか。君が暑いと感じてその場にいられないとなった場合だ、柴犬はやむなくサウナの中から出なければならない。それかもしくは絶対に安全な場所でポンスを待たせないといけない。待ってることができるかい。パパがサウナに何分か入って出てくるのを少しだけ外で待つことはできるかい。一人で。ああそうだ、できない。そうしたら先にサウナで2周ぐらいした後にママとポンスが後から行ってウー君にポンスを受け渡す、それがいいのではないかと私は考えているが、どうだい。パパと先一緒に入りたい。何見るものだけ信じとは限らない。あれ何が本当で何が嘘か、この後ろにある背景のこれは実は画鋲なのかもしれない。この画鋲な、この海に見えるところは実はあの実は海じゃなくて、なんかね、何かしらかもしれない。ちょっと思いつかないからコーヒー、うん、思いつかないからコーヒー、うん、じゃないの。よし、行ってこよう。はい、今ね、はい、なんでエレベーターに乗ったんでしょう。はい、皆さんは分かんないと思うんですけど、はい、今から温泉プールに行きます。やったー。けどいや、おかしいって。あやなんの荷物は全部持ちます。ありがとう。優しい、うん、俺も優しいで、何にも持っとらん、一個もない。スパの匂いがしてきた。おスパはここじゃないのかい。ザ・ベーコートスパ。あれあれあれ、9と4分の3番線みたいなことかな。ここでまた上に行くの。そんな気がした。どう。スパのエレベーターが、あ、本当だ。スパボタン。オン。キュー。主電源接続完了。セキュリティ制御システムを開放。接続中。おい、フル。サブ電圧は問題ね。フル覚えするな。なんかさ、あれ前のさミニオンホテルのさあれみたいじゃん。ねえ、めっちゃすごい。じゃあ着いたので切ります。皆様お待ちのものをご用意いたしております。ヨーグルトのスフレでございます。下にですね、フローズンフルーツが入ってございまして、上にヨーグルトのエスプーマをおかけしております。添えてございますオイルですね、こちらレモンの香りのするオイルです。一緒にお召し上がりください。ありがとうございます。朝9時の芝竹はこんなに静かです。寝起きです。私は眠すぎて今目の前に出されたこの量のこれがマヨネーズに見えました。ヨーグルトスフレでした。いただきます。私はこれからマッサージを朝10時にゆうくんが行ってきていいよって言ってくれて、めっちゃ行きたかったからすごい嬉しい。行ってきたいと思います。ねえゆうくんも眠いんでしょ。この人先に6時に起きてスパに行ったらしく、そんでその後私を8時にぶち起こしてきた。全然起きないよ、あーちゃん。そうだよ、あーちゃん全然起きないよ。で、見事朝食に遅刻した。はい、遅刻しました。はい、ということでスパ行ってきます。すいません、今スパにエステを受けに行ってまいりました。アリエルです。あ、もう最高以外の言葉が出てこないです。あ
こうやってお母さんが幸せだなと感じることは子供にとってもきっと素晴らしいことだと思います。お母さんが、ね、いつも、あ疲れた、あストレス溜まるって言ってたら、子供もね、それ映っちゃうから、うん、お母さんが、幸せ、最高、うんって言ってたら、あ子供、あなんか楽しそうだなって思ってくれると思ってます、私は。妹もありがとう、妹も今ね、ぷくまる見ててくれてる。それ家族が協力的になってくれるっていうのはね、もう、私、ママにとって、幸せ以外の何物でもございません。何を隠そう、嫌い事は言いません。子育てというのは、クソほど疲れます。うん。ストレスも溜まります。なのでこういう時間って本当に最高なんだなと心から感じています。うるさいですね、申し訳ありません。ホテルに入ります。部屋に入ります。あーただいまー。最高に気持ちよかったの。ありがとうね、待っててくれてありがとう。チンクエステ受けさせてくれてありがとう。受けありがとう。本当に気持ちよかったもん。もう、ね、もう、すごい感情が。全身全身が。全身ドロロロってやつ。カッサみたいなの使って、水牛の角を使って、体でゴリゴリゴリってやるやつ。すごい。ああ、もうこんな幸せなね、ことがありますかっていうぐらい幸せだった。ああ、なんて素敵な朝なんだろうか。朝のセットをして、セットって言っても髪クソ短いので本当に一瞬アイロンをするだけなんですがね。はい、ぐちぐちどうぞ。鼻水がだらんちょ、鼻水だらんちょ、やだやだやだ。ああどこ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 、ティッシュどこ、あった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 、えあやばい、チェックアウトですよって来た。はい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 、ウーくんが出てくれた。ちょっと待ってって言っといて。ちょっと待ってどこに誰に言ったの。チェックアウトはゆっくりで良いとの電話。おー、ゆっくりで良いとの電話、うん、よかった。私は毎日肌の薬を飲んでいるのでそれを飲みます。肌の薬といってもビタミン、これ飲んでるとね、やっぱね、なんか肌のねトーンが明るくなるんだよね絶対。おじさんのくしゃみなんだけど。接続準備完了。見つけた。見つけた。どうした？大丈夫、ぶつけた頭。普段ぶつけてるよね。うん。空間把握能力がないんだ。一日3回ぐらい聞くんだけど。うん。ガン。いった。ってやつ。ここガマゴーリラグーナベイコートって言うんですけど、そういえば。そういえば説明してなかった気がする。こう泊まれる権利を持ってる人に紹介してもらってゲストで今来てるんですよね会員さんしか泊まれないっていう噂のホテルなんですけど、すごい良かった。思ってるよりの5倍良かったね。うん。はい、こちらポンスです。はい、ポンスです。ポンスはいいと思います。あ、うーくん、ありがとうね。連れてきてくれて、うーくんが予約してくれたんですよ、これ。うーくんって言わないでください。芝居打ってくれ。あー、なるほどね。でも、芝なんチャンネルでは、結構、芝居って、うーくんで通称だよ。みんなも、うーくんって呼んでる。芝居って呼んでる人もいるけど。ポンスはさ、ママっていう人格と、あやなんっていう人格があるのを、理解してて、偉いねって。もしさ、あやなんかさ、こういう顔になったら、しばゆうだよ、それしばゆうだよ。しばゆうじゃないよ。誰？としみつ。としみつか。ポンスにとって、しばゆうってどんな人？おじさん。え？パパ、おじさん？しばは。しばは、おもろいよね。そうそう、これですよ。きんぴら、きんたまつんつびインスタライブですよ。もうそこ覚えるのちょっとまずいな。でも昨日、きんたまはいいって言ってましたよね。うん。そんな、率先してやるもんじゃない。これで、準備 OK! じゃあ、チェックアウトしましょう。この部屋最高でした。うーくんありがとう。うーくんお利口だよ。こんな、いいホテルを取ってくれてありがとう。お利口って、お利口なんだ。はい。すごくいいホテルでした。
すごくいいホテルだったんだけど、あれ帰り道これ？あ、行きました。いやゴミだな。この隣とかね、ちゃんとポルシェ。ゴミだなって言って自分がやったんだろ。ね、ポルシェ止まって、素敵な車ですよ。レクサスが止まっていてのこちらです。いやいい車ですよ。いい車なんですけどね。いい車だよ。コンセプトはいい。でもね、長距離の運転だとね。うん。ガタ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 って、うん、ずーっと後ろでドライヤーみたいな音するんだよね。まあ行きましょう。確実に似合ってないのは間違いない。そう、このね絶景綺麗だな。わー、すごいいいホテルだったな。はい、これ自分がやったんだろうが。これで帰る。まあなんかうちららしくていいと思います。なんだこれ、なんだこの車も、やだ。